しかしこの時期は森の中で写真撮ると虫が多いですね。特に蚊が多いのがたまんなくって何箇所も刺されながら写真撮ってたんですけど、この前久々にこのニコン D40 使ってみて改めて見てみるとですね、言葉では表しづらいんですけど、なんか色がいい感じなんですよね。全体的にリッチと言いますか、色のりがいいと言いますか、そこのところの表現がいまいち僕には分かんないんですけど、このカメラですね、 CCD 機ということで、もしかしたらそういうところが影響していて若干最近のカメラと発色が違うのかもしれないということで、まあそれをちょっと調べようと思っていたんですよね。ただ僕の場合はですね、ニコンの CMOS 機ってこれしか持ってないんですよ。こちらはですね、ニコンの D810A ということで、まあ、そもそもですね、普通のカメラとは完全に特性が違うものなんですけど、まあ、ちょっと写りの違いを調べてみようと出かけたのが、まあ、最初だったんですけど、いろいろ撮ってみるとですね、まあ、これはこれでまた新しい発見がありましたんで、今までこちら D810 というカメラとしてほとんど使ってこなかったんで、だって天体写真なんて設定する項目少ないですし、まあ、ほぼバルブか、場合によってマニュアルモードを使うくらいですからね、細かい設定とか全くやっていないんですよ。 3,4 年持っていながらほとんど詳しいことは知らないカメラなんですけれども、まあ、最近こう雨が多いじゃないですか。それで星が撮りに行けないという状況が続いていますので、まあ、防湿庫に眠ったままじゃちょっとかわいそうかなということで、まあ、持ち出してみようと思ったのも実際ありますね。はい、まあ、そこでせっかくですね、こちら D40 というカメラもありますし、まあ、この2台でいろいろと取り比べながらニコン F マウント機でちょっと遊んでみましたよと、まあ、今日はですね、そういうお話です。それではよろしくお願いします。さてまずはですね、この2台のカメラで同じものを取り比べて思ったこと、あくまで厳密な比較じゃなくて僕の見た目なのと、あとはですね、まだ背面モニターで確認した段階なので、かえってパソコンで見てみるとちょっと印象が変わってしまうかもしれませんが、まあ、その点についてはご了承ください。で、意外なちょっと結果もありまして、まずこの2つで比較してみると、こっち天文モデルなんで、すごく赤が被りそうなんですけれども、結構見れるんですよね。まあ、普通に JPEG 取って出し状態でも、割と普通に見れるような、まあ、そういうアウトプットが得られますので、結構ですね、写真機としても当たり前に使えるんだなと改めてですね、撮ってみて思った次第です。まあ、それは以前から例えば星系写真とか撮ってみても、赤い星雲の部分はちゃんと写ってるんだけれども、地上景色の部分もそんなにですね、色が変っていうことはなかったので、まあ、そこら辺をうまくですね、チューニングされてあって、そういう風景写真とかにも使えるような、まあ、ある意味って星系写真ってこう風景写真の延長でもあるじゃないですか。まあ、そういうところも意識されているのかもしれないですね。で、それで同じ対象ですね、サイドバイサイドでよくじーっと見てみると、あることに気づくんですよね。むしろこちらの D40 の方がよりなんか赤っぽく映ってるんですよ。早いもので、最近葉っぱの一部分がですね、若干赤っぽくなってるようなところもあるんですけれども、そういったものを背景に持ってきて撮ってみると D40 の方がですね、より赤色が鮮やかに映っているんですよね。逆にあの緑色の部分に注目してくると、ちょっと D40 の方はくすんでいます。むしろ D810A の方がより鮮やかに映ってる。若干超波長よりというかイエロー寄りなところはありますけれども、それも考えるとですね、ちょっとルミックスのシネライク D2 に近いところもあるかもしれない。ただ緑の発色としてはですね、めちゃくちゃこの天文モデルいい感じなんですよね。だからなんとなくなんですけど、まあ、ちょっと言葉は悪いかもしれませんが、まあ、こちらの D40 に関しては赤が強くて、そしてグリーンが黒っぽく映るので、全体的にセピアがかかったような
ちょっと古臭い感じの移りをするんですよね。まあ、その古臭いからイコール悪いってことじゃなくて、場所によってはむしろそちらの方がいいじゃないですか。昭和な感じが残るですね、場所とかは。なんかこう新しい移りをすると、ちょっと雰囲気がなくなってしまう。むしろですね、こちらの方が雰囲気が出るということで、より良い部分もあるかなと思います。ただ、とにかく意外だったのは、むしろ普通の被写体だったら、こちらの方が赤がよく映るということですね。もちろん天体だとですね、これで星雲とかを撮ると、赤じゃなくて紫っぽく映って、こっちはちゃんとですね、赤色が発色するという違いはあるんですけれども、まあ、そこら辺ですね、JPEG になるときに、まあ、いろいろと処理がされているのかもしれませんけれども、ただ、天文モデルだから、イコール全体的に赤がよく映るということではないんだなと、ちょっとですね、今回驚いた次第ですね。はい。そして今回、もう一つやっていて発見があったんですけど、まあ、こちらのレンズですね、ニコンの DX フォーマット、まあ、APS-C 用として非常に安価なですね、まあ、キットズームとして発売されていまして、1855ですね、まあ、何個か型があったと思うんですけれども、これは確か比較的古い方だったかな。まあ、それはともかく、まあ、DX 用なんだから基本的にはですね、こういった D40 とか、まあ、特にエントリーモデル用っていう感じのするレンズですね。ただ今回ですね、他に装着できるレンズが、まあ、アポゾナーはあるんですけど、あれはちょっと持ち出すのは大げさすぎかなっていうことで、この D810A に取り付けて使っていました。若干レンズの方が巻きちゃってる感じはありますけれども、ただ最初のデフォルトの状態ではですね、自動認識しまして DX クロップがかかって APS-C 機としても使うことができるわけですね。はい。それで実際に取り付けてファインダー覗いてみたんですけど、もちろんですね、これ DX 用なので、周辺の方は蹴られてしまうんですけど、だんだんズームしていくとですね、24ミリぐらいからその蹴られがなくなるんですね。つまり24ミリよりも望遠側ではフルサイズ用のレンズとしても使うことができるんですよ。だからフルサイズとしては24から55ミリの標準ズームと言ったらいいでしょうか。まあ、そういう裏技があるんですね。もしかしたらもうご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、僕はですね、いつでもこれできるからと今までやってこなかったんですが、改めて今日撮ってみて今更ながら気づいたということです。まあさすがにですね、イメージサークル基本的に DX ですから、周辺像はちょっと苦しくなってしまうので、例えばこれ24ミリだから天の川とかもちょうどいい感じに撮れる画角ではあるんですが、ちょっと天体用には難しいかもしれない。まあでもそこら辺もですね、まあ、先入観取っ払って一回ね、チェックはしてみたいなと思ってはいるんですけれども、それはともかく緊急用としてはフルサイズ用のズームレンズとしても使うことができるということで、今回それがめっちゃ大きな収穫だったかもしれないですね。はい。まあ、ということで、最近ニコンの F マウント機で遊んでいるんですけど、まあ、それがなかなか楽しくってですね、やっぱこう写真機として非常にいい感じにできてるんだなと、改めて最近その F マウント機のですね、魅力にちょっとハマってるところなんですけど、まあ、だからといって何かこう新しいカメラを買い足すとか、まあそういうことは考えてないんですが、まあ、最近ちょっとですね、お金を使ったばっかりというか、今から使う予定がありまして、まあ、それが何かって言いますと、昨日なんですけれども、こちらのね、シグマさんから最近発表されました150-600を注文してきました。でこの金曜日にまた手に入るということなんですけど、まあ、もしかしたらちょっと遅れるかもしれないということなんですが、まあ、それもあってですね、今何かこう新しいものを買おうと思っても、まあ、買えない状況ではあるんで、まあ、それとこれから当分ですね、貧乏生活しなきゃいけないんで、新しいおもちゃがですね、あんまり買えない状況ではあるんですけど、ただまあニコンのレンズってですね、中にはすごい安いやつもあるじゃないですか。まあ、オールドレンズがですね、使えれば一番いいんですけど、なぜかこっちの D40 では使えて、まあ、D810A の方では使えないということがありまして、だからターゲットになるのがですね、90年代、80年代ぐらいに出てきたプラスチック製のレンズかな。まあ、あのあたりだと数千円ぐらいから手に入りますんで、そういった安いものでも何本か種類があると、よりこのボディも活用してやれると思いますんで、正直ですね、このボディに対して安いレンズだと若干アンバランスな感じはありますけれども、でも遊ぶにはですね、それでも十分だと思いますんでね。はい。
まあ、それに何といってもニコン F マウントの魅力はですね、フィルムと共通でレンズが使えるというところですね。だからどっちでも遊ぶことができますし、まあ、それに緑色の写りも非常にいいですし、まあ、そういったところもあって最近ですね、改めてこの F マウントの魅力をちょっと感じているところですね。まあ、これから何か新しいカメラボディとかレンズが登場する雰囲気っていうのがあんまりありませんので、それがどうかなっていう感じではあるんですけれども、でも物によっては非常に安く楽しむこともできそうなんで、まあ、そのあたりで F マウントを活用してやれたらなとは思ってますね。はい。それでは今日は動画をこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さよなら。